せえ。なんで商業座が上がってこっち上がらんのやろな。まあまあやってみ。うるせえ。もう俺にはもう見えとんや。フォールガイズ。なんなんフォールガイズ。ゲームスタジオ。ゲームスタジオ。あれなんて言うんかな。さっきやってたやつはあれなんて言うの。フォールガイズ。いやそれは面白いや。それはチャボーズでやってるから。うん、棋士。藤井聡太の将棋トレーニング。え、フォールガイズの方が面白いね。まあええけん、レーティング戦やるやん。レーティング戦、うん、はい。これはプロ。プロよ。敵はプロそう。55まで上げとんやけん、お前頼むそう。勝手に。お前の親父に勝てやん。いやもう俺多分メグさんにも勝つで今、ほんま、うん、もうレベルが違うわ、うん、俺初段取ろうとしておるけん持っていくい持ってこいよやめってえ勝てよ対局を始めてください分かったやろの先手7六歩後手8四歩先手6八飛車せやな分かるんだよ。で、動きが分からん。後手三二金。先手六六歩。後手八五歩。いや一応定石は知っとるようだ。七八銀。使い勝手が分からん。丸押してあげたらええだけやろうが。それができんだよ俺が。俺さっきかやん勝ったろうがこいつに。見せなかった。あちゃう。大丈夫。その辺優しいね。君を導く優しい本格派やけど。うるせえ。いや本当に。同じく飛車。先手七七角。下がります。よしよしよし。いいぞ。このハゲ。先手四八玉。組じゃ開けるか。そうでもないな。後手三四歩。なんかそれっぽいぞ。先手六五歩。向こうが強い。後手六二金。先手六四歩。後手同じく。これ大丈夫か。いや、先手同じく飛車。L 押したら持ち駒の方行くけんの。そう。後手八八歩。先手二二角なる。本気でやれよお前。勝ち抜けよ。これ違うんよなほんま。後手同じく銀。先手七七桂馬。ありじゃない。勝てるぞこれ。なりありか。ふなりいいんじゃない。それ味いいと思いますよ。なあ。うん。ありじゃろ。後手八いいんじゃない。なる。先手六二飛車なる。どうぞ。銀だろ。後手同じく銀。先手六三歩。かるか、かっか。ないぞこれ。勝てるぞ。ここでなるか。と思われます。それありですわ。後手八八。汗垂らしよる。垂らしよる。待ておいやめろ。ちょいおい。なんで理由。勝ち取るか。いや。それよりかはと金寄るじゃないか。そうやな、時によるやじっと夜やろ。これでもう十分じゃろ。まあ銀で防ぐ。そうやな、銀上がるで十分じゃろ。勝った。だからまだ角が切ってきたぞ。これ K じゃろ。角までもらいました。勝ちました。これこの威力で勝つか。なぜどれやよ。 K がいけんのよ。いけやよ。やれってそれを。あちゃう、あちゃう。じゃあ桂馬で取れや。
風じゃないと。おい分かっとるわ。ケイやんに金で取るなよ。違うんて。待って、まあこれでも勝ったよ。違う、桂まで取りたかってん。これはどうするんだ。これで取ります。後手7八と金、先手6五桂馬。トンチとかしそうで怖いな、こいつ。それはな、大丈夫か。先手2八玉。あ、でもここまで来たらもう勝てるじゃろう。俺この金取りに行くわ。おー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 おおおイエーイ下がった、イエーイめっちゃホリデー大丈夫かこいつ、本当に怖いんですけど俺。あ、ほかこれやったらいいかな、ここやったら足がいいかもしれませんね。後手6七角、先手6四歩。はぁ、ミスったな。後手同じく銀、やるがこいつ大丈夫、いけるわ、うん、これはいけるわ、もう勝ったわ、もう相手はやることないぞ、ガビンってなっとると。むしろもう寄せに行けや。そうやな、どうせならどっちにしろ。どう寄せる、でもこれ君ならどう寄せる。しゃしゃしゃ、銀があるか、これで金が取れる。後手5九銀。はあ。先手6三金。逃げなかい。こんだけ追い詰めた、追い詰めたくせに。ハニー。おいおい、つまて、おい受けろや。受けない。いや受けんかったら死ぬぞ。よせ。いや待て待て待て。やめって。おいトンスするぞ。本当に。受けよマジで。風で受けるか。いや、風で受けれんじゃろ。角で受ける。角じゃないだろ。それでもまあまあ怖いけどな。俺も怖いな、これ。レモ、レモじゃん。そこじゃないけどな。違うわ。受けるにしても。いやこれはね、逃げた方がええと思う。これでここら辺で。いや俺なら玉を動かすけどな、まだ。いやそんな余裕は。いやいけるから、玉1個逃がすだけで俺は受かります。ここ行かれてもこっち行かれてもここ行かれても、あ、いかんわ、積むわ。積むわ。あ、いや、横逃げたら大丈夫ない。こっち？お、これ？どっちでも逃げれる。後手六一玉。先手。ああ、そっか。いや、ハゲ。横逃げたら逃げれる。こっちやろ。お。後手七一玉。積むやんけこれ。あ、しまった。積んだ。あと1個しかないぞ、銀が。お、いや、あ、え、これ死んどるやろ、こいつ。なんでこいつ、お前、ぬるいぞ。いや、待て、ちょ、っていうか、お前、もうここ置け、ここ。ふ、張れ、ふ。ここに、いや、ふ張るというより、いや、まあ、ふ張れや、もう。いや、いらんと思うけどな、ふ張る。いや、ふ張らなかったら詰めろが。これで積むやん。一個横逃げるのか。で、一個ないやろ。ない。あ、あるわ。あ、じっと。あ、やばい。お、今いける。お、さすがや。そうや。同じく桂馬。じっとな。おい、なんなんだ。お前のせいや。俺とせい。やっぱ飛車打つべきやったな。飛車が手持ちはこっちの方が強かったよ。
お前調整ぞ今の。怒られるぞお前。誰に？え、藤井先生にな。ちょっと見てみるわ。うん、永瀬は？永瀬ぐらいやったらいける？ちょっと待て。添削してもらうわ、もうもはや。ボアのさっきの。これじゃないんか。どれど。普通に勝ってた、ほんまやな。2人打席よくしたらいいよ。あれこれどうやって見るんやったっけ。明日から俺ボートをやめに行ってそういうこと言う。添削してもらうど、お前の聞く。途中まで勝っとったんやろ、50点。いや、相当勝っとるわ。ていうか、むしろもうガチ格だろ。うん、どっかで引いたんよ、お前のせいで。俺のせいじゃない。お前が角道を開けろとか言うから。違うか。いや違うな、ここまでは十分。いやもう、でもなんかあれや。点差結果スキップできます。はい、問題を作ってみました。問題があると。あんまりないな。あんまないやろ。ここまで俺の1200点リードやろ。有力な手がありましたっていうこと。どこに？次の一手。俺ちょっとやってみるわ、これ。次の一手問題やりよっけん。ハゲる、ハゲが寄せろって言った。せやろ？ハゲが寄せろって言ったせいや。二二左と刺した局面。盤面を見返して両取りを探してみよう。両取り。よっしゃ。あ、角か。角のこれか。ここやったらこれ、これ両取りや。いや、両取りっていうか金で取られますやん、角。それクソですやん。金なんか届かんやん。そういう問題じゃないやろ。俺は、俺はじっとと金下がるでええんや、うん、これ。え、大変よくできました。どうせ銀逃げたら香車取って、さらに次の21左ができるっちゅうことじゃろ。いや、さっきそれで負けてん。いや、お前飛車成り込んだろうが。いやいや、いいよ。お前これやだから畜生。それで勝ちやろ俺。いや、まあ、これでも全然ええけど。ていうかお前ちょっとカメラつけてやろうや。何が？俺とお前知らんぞ。お前ボコボコされるぞ。っていうことらしいっすわ。お前もうエースは舐めんなよ俺を。お前舐める、舐めとる。ワンチャン勝てるぞ。ワンチャン勝てるんちゃうかな俺。お前どっこいとか思うなよ。どっこいどっこい、まあ、いるいけ。お前毎日な舐められてますね。こんな画面相手にお前やっとんと。対局を始めてください。実戦でもう本気でやろう。切れました。絶対負けんけんの。絶対負けねえからな。いいじゃ。先手77銀。後手34。天聖杯行こうか。こっちの天聖杯。お前将棋で、お前向こうで将棋板作ったら大負けできるの。うるさいよ。そういう遊びや。先手38銀。はい、アグリギンや。もう立ったの。グリギンからなんとかするわ。俺がな、例えば異世界転生するやん。例えば例えば俺が異世界転生した場合、まずあの食事と商人やるから。いや勇者なんかやってれる、やれんから。わけが分からんけど。そういうレベルやね、異世界協定。俺が異世界に転生した剣。うるさいよ、黙れや。先手56銀。生活なぁ。後手62。スライムも倒せんねやろな俺は。先手47銀。それだ。74歩。先手69よし、俺の駒は全てが躍動しとる今回。俺な、俺とひろゆきが異世界転生したっていう漫画書いていいかな。結構面白いで。
おもんないよ、なんでそれ。価値観が違うから。お前は名声を求めないやん。ビクビクじゃないわ。ビク。これな、この一手な、今日の一手、うん、先手2四歩引きますか。後手同じく歩。ひろゆきに牽制。ひろゆき、絵うまい、絵うまいつか、絵はうまい。後手2三歩。あのさあ、飛車。後手5六銀。ここで銀交換できたのは俺にとって強行やな。ここで桂跳ねよ一発。最善のピンチ、次男に前世助けに。最善のピンチとかないから、異世界も俺何回も呼んでるから。銀交換かっこいいな。これで俺の願いは成就しとるけん、次の一手な。後手3九角。ルーベル先手1八飛車。ここで馬作るけん。それだけ多分。何がええやろうが。これ十分。それだけ。先手6六角っていうかな。まあ多分みんなには迷惑になると思うけど、明後日の優勝戦まで俺ずっとここにおってええかな。よくねえよ、帰れや。だって準優みんな分からんもん、優勝戦。俺のええか。工事をマジ9時、10時半に起こして、で準優の1レースから全突破せんのは分からんもん。それやねんと協定なんかねえねん。例えば例えばこんなラブソングって読むあれがあるんだけど、あ、俺それ読んだことあるわ。死ね、このハゲ。いやマジで。それ俺知っとるわ、うん、お前に教わったかもしれない、うん、あ、そうだ、ね、っていうかな、あの布石が必要やねん、協定も何にも。これ多分相当俺ええで。チャワーさ早いって言って、まずここで大手、はい、金取りっていう最高の手ができる。ボイズビーみたいなのが確かそうで、一体感よ。あのな、節間72レースやったとしても150超えれるっていう可能性の人がもう1割ぐらいや。ほんま 70-60% で終わる人が多いね、ほんまにな。ここはじっとこのハゲで銀取らして桂馬を取る。120通りぐらい当たれるのどうすんねんって話。しかも1はそれでなりな。モンキーターなんか知るか、俺呼んだことないよ。浜野屋健吾今日なんかボロ負けしとったけど、あ、いい3枚取り、なんか4着で11万分とか出てたけど、青みたいんです。でも今ここ相当重要やけん、これでも馬で飛車を取らした隙にどうにかするっていう作戦に出てもいいんじゃなかろうかと思ってる。でもここは読みを入れよう。相当なモーター抽選だけや、もう女は。あとは忖度やな、忖度やな、うん、ほんまそれ。これ桂馬取ってええんじゃないかな。いいね、飛車やってもええし別に、うん、何やったっけ、あの林やったっけ、いいねっていうやつ。違ったっけ。林さんってあれ何やったっけ、あれギャンブル中毒やろ。いいねちゃうやん、あの塾講師のやつおるやん。何やったっけな、名前忘れるやな。ヒロさんちょっと黙って、今あせ今でしょってやつ、あれあいつギャンブル中毒やんか。ずっと林天天、あいつの講習会行ったことあるけど、あ、しまった、どうしよう、やば、何かやばくなってきた、マジやばくなってきた、詰めるんが嫌になってきた。エーバパチンコで食ってた、あれ弁護士ちゃうの、何やったっけ、塾講師か。俺も塾講師やっていいかな。
王手。王手。林先生はガチ何ジェイミー。俺も何ジェイ見てるけど、何ジェイが一番面白いよな、ぶっちゃけて。今、協定板と何ジェイと、あと、お笑い芸人スレッドを3つ見てんねんけど、異世界で今でしょって言ったら、このハゲ何がちょっと待ってハイバーカーちょ俺が普通に今でしょっていう時に負けてんねんけどこいつ本当に強いんか3年5年ぐらいやってない将棋このハゲえ勝負だったのに何年4球藤井先生お前5年ぐらい4球で終わってないこんにちは2年だちげえから縮小、うん、いやマジでそれでやってみるよ蒼太先生これ相当出張っとったやって俺は違うんやって俺らにはもう将棋の才能ないんやってだって実力社会やんそんなん知っとるけんだから俺らはそんなん今さら真面目に語られんでも知っとるけん運でいくしかないんや運でもないけんえ俺の方が筋があるやんそうだだって俺なんか週に1回やるかないかも正直うっさいいやマジでやめろやそういうこと言うあのなこれ創生にもなっとったやん俺は頑張っとったんやどっか行かんかったんやっていうかなもうほんまにまあ闇で行けいやあの闇あの松山とかあるやん難しいですね将棋場ねえよそんなのあるよ闇 で, 闇, で, で闇って言うなって言うよ闇じゃないけどうそういうとこでやった方が絶対伸びるでうっさいよ将棋会館とかあるだろうが松山にもあったとしてもそういうお前あいつの言葉忘れなんかあの初めにあの刺されそうになってやった誰誰やったっけあの銀天で天天で何剣剣か剣のあっき港で冬セリあっき港で冬セリいやあれ小池十名、うん、花村元司からか悩み2人一番悩みはあれやから工事やからやっぱ真剣士って大事やるかじゃあ俺と大いやいや大事とかそういうレベルじゃなくて真剣勝負するえしなんでいやあの番で移していや、今日はやらない逃げよったな、こいつやっぱりビビっとん、俺にじゃあちょっと、それに貸して、スクリップそんなにあ、ちょっといや、将棋なんだがまたこいつには勝つけん、俺、うん、いや、俺がやろうか、次いや、ってお前は俺が、もう角道へ行くからほんとうんさらっと継続将棋、うん、みんなあれなん、将棋見ようって楽しい基本的には嫌って言うねあ、そうなん、うん、けど、工事のゲームよりかはマシやろ角道戦法で行くから先手76クソハゲがあって後手34歩マジやめてほしい75歩言わんと俺はもう今回、うん、今の俺のセンスあるだけえ、別に言われちゃってないし後手84歩もう絶対言わんし78飛車俺の方顔3秒ぐらい見たら教えてやるけど先手48玉全く状態専門上達専門まあ見よれや次のハガキが返ってきた時お前ら驚愕するぞお前がないやマジで俺相当点数取ってる自信あるけん今回のマジ最高400点あるけんまあ300点は硬いかな、うん、後手88角なるえ、マジこのハゲってなるで同じく銀ちゃんとやってくれよ、タロン家やってるよ後手86歩
初段800点、800点。下手したら俺間に合うで、規制に。いや、無理やな、多分規制は。王位取った免状が来たら俺最高。何渡辺明名人。ハブヨッシャル竜王、王位規制、藤井先生、会長、安光の免状まで手に入る可能性があるので。最高や。最高の免状やで。飛車、馬、作らへんって言われますね。どうするの？馬逃げる。逃げたら馬作られて。飛車はな。そうやっとけ。あります。マタロウの名人免状とかまあまあレアや。今回ので後手番ブレイクしたことによりマタロウが一気に相当名人に近づいとるけんな。あれは豊志皇帝童貞が厳しいとこになりますね、うん、厳しいな。厳しいどころかもう無理だろこんなの。じゃあそこじゃない。やめろ。やめない。なぜこんなところに。いや満身やろお前の。じゃあ適当にやっとるわけちゃうの。叩きの歩じゃないね。いやこれいいや、角成りで下上げたから歩成りで竜まではいけるやろ。もう角は捨てるべきよ。俺はもう無理だから。いや違うだろう。これでも取られる。いや取られるわ。もう角は切るしかないよ。切れバッサリ。その方がまだ生き残る可能性あるお前に。これで飛車で取らして歩成り銀で取る。いやこれ銀作られるな。いやでももう行くしかないやろ。と金銀取り竜作る。もう突っ込んでくるか先に。先手43馬。もう登れるやろ。こんな銀下がれてもいいぐらいじゃない。銀取っていい。銀取ったらお前金が来るだろ。違うだろ。金上がるだろ。この金。いやそっちじゃん。こっちやろ。そっちか。金左。引き寄った。王手。銀上がる。うまい。そんな意味ないけどな。いやいい当て取る。飛車なるか。飛車交換しようか。なるんですか。飛車飛車なる。それには王進かもよ。王した。同じく飛車。同じく金。しかし打ち込む場所が桂馬を打っとったらどうや。ここに桂馬を打っとったらいいんじゃないですか。違う違う、三三桂っしょこれ。次の一手は何飛車やろ。いい位置引け。いやー味が悪いっすよそれ。先手98強者。ここででこれやあちゃう。いやここで3三桂やろ。むしろ逆にね。もう逆にな。ここ次の一手は3三桂っす。だってあんなん取ったとこで角で取られますよ。しかも飛車に当たるんですよ。先手21飛車。これはもう上がるしかないっしょ。後手62。相当バランス取らんと無理やぞこれ。切ってきた。先手61飛車なる。身の坊主切ってきよったぞこれ。言う詰むんじゃないか。同じく詰めろやな。これな。押してしもた。いや大丈夫これは。59玉でまだ耐えれる。れ違う、ね、耐えれる耐えれる。よけろよけろ。逃げる逃げる。よけろよけろ。
先手2-3馬守ろ、もう飛車捨ててでも守ろ、やめろそれは。詰めるやんかな、かーくそハゲ。いや待て、ここは積んだ、積んでねえ、まだ積んでねえ、ここしかないやんけ。違う、それじゃあもう積むけん、それじゃあ行って済むやけん。じゃあ違うんよ、置くんか、銀か、銀を横に入れてる、これをこっちに入れようか。なんでそんなとこワープできるんだよ。お前のせいだこれ完全に。俺もうマジで。でもまだこれ受かっとるんじゃないか。つんだなこれ。いや罪やろお前でおって。お前やっぱ実力がものを言う世界なんだな。うん、まあでもまだ戦いとったよなお前は。うん、あ4時半やど、皆さんまだまだ4時半っすよ。いや、もう4時半だろ。今何時？ていうか今日から盆の人何人なの？異世界ワープ。あーもう俺が行く。これからみんなでちょっとあの何について語る？コロナ？お前なんでそんな元気な。何が？俺なんか寝てないやで、今日の朝の8時半から対局を始めてください。お前仕事して。俺が一番疲れてるから、畜生。お前らなんかブルーいけん、マジで。俺もう10時半までは絶対おるから。ここおるから。俺寝るけんの。死ね。おい、ひろゆき、死ね。やるぞ、お前、マジで。ひろ、死ね。死ねばって。死ねば。後手同じく飛車。さあ、ほっと。なぜ俺この赤ラークあれやで、あと3箱家に置いてるからな。歩いて取りに帰ってまだ置いてくるからな。うっさい、もう帰れよ。マジで帰ったら俺のお前新コンテンツができんだろうが。お前がお前の新コンテンツなんや。あるんや、俺は用意しとるんや。あ、そう、わかりました。何が？それじゃあ帰りますわ、新コンテンツのために。いやもうやらねえよ今日は。やれ。いやよ、もうしんどいのに。10時に起こすからな、9時に起こすから。うるせえ、工事を。あいつはなんぼでもやってくれ。 10時に。それはなんぼでもやっとってもらってええと。え、このツイッチってやつやるげ。ごめんね、俺も大阪ちょっと怖くて逃げてきたんよ、ぶっちゃけで言うたら。なんだこれ、いきなりぶつけてきたわ。あいつも2万ぐらいあるやろ、準優で2万5000あれば持ちこたえれるから。水面と明日の。先手16歩。なんでぶつけてくるんですか。おかしい、怖い。先手お前の新コンテンツはゴミしかないや。え、俺も新コンテンツあるんやけどいい、発表して。うるさいよ。あの長いコーポレーションを潰すっていう配信やけど。誰か協力者いい？協力者いない？まず怖っこいつ。長いこなんか昨日つうかちょっと前に浩二があのハローについて俺に歯向かってきたから。怖っ、なんなんこいつ。ハロープロジェクトのあれを結束して潰しに行く。長いコンテンツを、長いコーポレーションを潰すっていう配信をやりますけど、ハロプロっておらんのか、誰も。ハローだって誰もおらんもんな。冗談抜きで協力する。来たか。できれば18歳から40歳までの女子がやな。長いコーポを潰すっていうあれは。あのな、なんてなんの、あの20から30代の男性、その辺で。頼むわ。メスおらんが一人ぐらいやろ。今は何人ぐらい、300人ぐらい配信見取りくれてる人おる。
元歌でええならええよ。元歌って元誰歌かにもよるからな。先手7五銀打つ。800人おって女子が1人。しかも先手4八金。後手6四歩。将棋でガンガン1人。オッケー、分かった。俺もこれから長生きウォークするから。行くぞお前ら。5時になったら長生きウォークっていう今 YouTuber がありつそれなんよな完全にそこなんよな俺が一番懸念しとるところはまず長生きウォーク稽古を叩き起こすっていう作業を始めるからダメって割り打ちは刺さんぞこれでお前割り打ちは消えたろ決心の味噌汁かわいそうっていうかおばちゃんは朝早いからな。なんか昨日もうちとおかんとエミフル行ってなんかはしゃいでたらしいの。もうしまった。この世代。わあ！わあ！お前のせいや。お前な。何？俺はなおばちゃんにな敬愛をなしてるのにお前がいやいや言うから。絶対お前のせいよ今の。でもこいつエボいな。俺は完全に俺にリースする感じやろ同じく飛車先手6六銀後手7四飛車なんとかこの飛車を活用したい俺は決心の味噌汁見せつけてきてって俺が作ってるのもやからなあれ出汁だけ用意させたら俺の勝ちやから森内さん用意とか言うな後手7五銀何がちょっと飲みたい先手7六ちょっと同じく銀けど俺んちのおかんの作るご飯硬いからな後手同じく飛車むかつくわ嫌な職場でコロナは出てないけどうちの家の近所やったら出てるクラスターは新規でも15人ぐらい出とってしまった間違えたおーやばいこれはまずい非常にやばいんご後手99竜先手64角後手78歩詰めろやなでもこれは取れるか先手同じく玉後手98竜先手88銀一見竜終わった詰んだお前なマジでムカつくなヘボがしかしここでまだ受かるから俺はこの飛車をぶつけることのようにこんな将棋毎日見てるんだけど分かったこいつ味が悪いでこいつを将棋をやめさすっていう実力行使に行こうかなんか何コンテンツゲームとかもないしな面白いやっぱ人が破滅するとこみたいよね、うん、お前は協定や言ってたこいつこいつ俺だってなまだ負けるあれはないんやっていうかな別に破滅っていうかそれがこれである4球になんか負けてたまるかお前がなんとかなるよまだお前が将棋で負けたらするやんこいつマジでな味が悪いで誰も傷つかんやんな初心者がやりそうなことやこれけど俺は毎日何のために1円のなんで協定なん笹川良一先生あんなゲーム作るんないやんロードなんかもうカスやで笹川先生に比べたら田中角栄レベルの政治家出てこんかなほんまに長い兄弟が破滅するとこみたい大富豪と将棋の繰り返しおいお前何がお前何のためにお前ちょっとあれしろせっかくあれなんやから待てっちゅう今ええとこなんよワンチャン勝てるかどうかの瀬戸際なんや
まだ勝てるんや。カラカーのフィクサー誕生やね。長い工事。無理を詰めるやつ。いや違うね。まだ逃げれるね。これで桂馬抜いたら俺にもまだ目がある。マリオ得意じゃない全然。俺が一番得意なゲームってファイナルファンタジーかな。うっさいマジで。マジでマジで。ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジー。ファイナルファンタジーだけどできるか。ファイナルファンタジーないんかな。俺ファイナルファンタジー配信したらこいつのあのクソ。モンハンはなちょっとな よう言ったろこいつポンコツがあのなみんなあのこいつの将棋と俺のファイナルファンタジー9配信どっち見る絶対いいやろお前のとか絶対お前に勝つお前のクソ将棋にうるさいよありえんわFF9FF かなありえんわいよっしゃ大森の FFVS ひろゆき将棋ありえねえよあこっちはあれやろお前あの三姉妹使うみたいFF の召喚で三姉妹うるさいよあれ女子ギャルゲーの方ギャルゲーあの召喚三姉妹おるそうだあれ何やったっけ召喚三姉妹何やったっけこれ FF9 と10だけクリアしとこうかな。ただ美味しい。時間かぶせ潰していい。召喚三姉妹取るまで俺はやめない配信するから。ケーマ。あれなんてやつ。おいヒーロー。いやそうじゃない。今。あ目が三姉妹。龍、うん、来る目が3姉妹取るかお前将棋取るかどっちやねこのご時世でここはお前ひろゆき俺メーガスってじゃああの明日ファイファン9買ってくるからやろうよ明日からメーガス3姉妹取るまでやらねえわ9、うん、9じゃないわ7、8とか9とかもう違うんですよクソがちょっと俺一曲やるんけやめとけもうこれ以上お前みんながあれを集大さらすのはもうダメやろあ、10-2か10-2のメガス3姉妹